はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ幼児教育支援 .com 動画版、本日のテーマです。小学校受験関係かな。まあ、それ以外でもいけますね、子供は良いお手本を見ると成長するです。それでは西荻フレンドリースクール室長近野由美先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、すでにね、今今年試験が終わった年長クラスは特にこれを感じましたよね。そうですね、はい、意外と、なんだろう、うちの年長クラスっていうのは子ども同士のコミュニケーションも結構あるから、はい、こうできる子を例えば人の前で発表するのに、特に夏の講習なんかは手話暗唱して覚えて、それで発表するっていう、みんなの前で発表するっていうことはまさにこう試験でよくやってることを、まあ、すでに私たち夏にはやるんですけれども、はい、やっぱりその時にね、みんながもじもじ答えたらみんながもじもじになるんですけど、うん、うちのクラスの半分以上の子はみんな大きいんですよ、声が。で、最後はもっと大きい声でちゃんと言ってって言うと、こうある子なんかすごい大きな声で元気よく言うと、やっぱりいくら大きい声で喋って喋ってって言っても、そういうこう大きな声で喋る子を見ると、あ、こういうふうに声出せばいいんだなっていうことを、やっぱり大人がやってみせても、やっぱり同年代の子供がやる方が、ね、覚えるかなっていうのが、自分ごとになるというかね、はい、うん、で面白いなと思ったのが、ある学校でのテストでリトミックとか出るんですよ、はい、で、なんていうのかな、スキップしたり歩いたり、まあ、ゆっくり歩いたりっていうのを音楽に合わせてやるんですけれども、第1回目のテストでその子入ったんですよ、合格したんですよ、ある子がね、はい、で、まあ、そこの部分のリトミックっていう部分は結構私も甘く考えてて、まあ普通にね、楽しそうにこうスキップしたりそういうことすればいいんだろうなと思ってたんですけど、その入ったっていう子が、まあ、どうやってやったのって見せてくれたんですよ、見せてくれたんですよ、うん、それを見て思いましたね。なるほど、こうやんないと目立たないし意欲的に見えないんだなっていう、例えばスキップとかそういうのっていうのも、どうやってやることがベストなのかなっていうのがその子を見て分かったんですよ。手の振りとかも含めてね、素晴らしかったですね。それから目線とか、もう本当それお手本に値するんですよ。それでそこを受ける子たちに見せて、そう、どうやってやってたって何回もやってくれたんで、それをみんなで真似したんですよ、ただ、まあ、結構ね、上手にみんなできるようになって、あ、こういうふうにすればいいんだっていうことを、やっぱりいくらね先生がやってもやっぱり大人だからなんか分かんないんですよね、だけどあれを子供がやることによって、あ、そうなんだっていう、でも本当成長を感じますよね。あとやっぱり面接かな、はい、面接なんかでも、まあ私たち内部の子たちは、もうもちろんもう声も大きいし滑舌もいいし、あまり面接で答えられないっていう心配はないんですよ。ここの人たちは言語訓練もしてるから上手なんですよ、はい、ところがやっぱり外部からいらした方ってそういう練習をしてないから、もうちょっと大きな声で言ってとか、もうちょっとこうやって言ってって言っても、私たちが言ってもやっぱ分かんないんですよ。面接に関しては特に大人がこうやって喋んのよって言ったってやっぱ違うしね、加減が分からんっていうところなんですかね。だからいつも外部の人に関して、その声がちっちゃかったりなんだりするときはしょうがないから、うちの生徒で誰か募るんですよ。誰か見本やってくれる人って言うと、ミネルとかあるけどね、手挙げるから、はい、まあどの子でも大体大きい声出るので、まあ、やってもらって、そうするとまあね、大きな声だし、まあ、ちゃんと喋るんで、それを見て初めて外部のお子さんは、ああ面接ってこうやって喋るんだって気がついた子はすごい上手に喋りますよね、喋るようになるんです。それを変わりますよね、だからやっぱりそれを見て、あ、お手本って子供がするのが一番いいんだなっていう、お互いにとっていい影響がたくさんあるんだろうなと思いますね。あと面白いのはね、
もうなんかこの前に行政の過去問とかやったんですけど、はい、なんかね難しそうな問題もあって私もなんかうんとか思って、それでそうなるとさ、大人のやっぱり教え方って大人の目線でしかないじゃない、はいはい、子供にね、うんうんうん、難しい問題分かってるんだけど、でもどうやって教えていいかも分かんないし、子供のその目線っていうのがすごい大切なんで、そこで面白いんですよ。できた子をね、この人分かんないみたいなとか教えてって言ったね、まあ勢いよって、うまいんですよまた教え方が、うん、だからそうすると子供に分かったって聞くと分かったって、だからそこがすごい面白いなって言って、そこ見た問題になると大人が教えても大人目線でしか教えられないから、やっぱり子供にとって理解できないことって結構あるんですよ、ね、ところが子供が子供に教えるとならではの目線、ね、自分の理解した範疇で教えるから、子供も教える方ももう一回再度フィードバックするから自信にもなるし、うん、教えられた方も分かるっていう。なるほどね。だからやっぱり子供同士お互いいいお手本になるっていうのは大事かなっていう。そうですね。教室内においてもね、うん、だから教室自体がみんな喋ればはっきり喋る、それからまあ当てられればきちんと答えるとか、うん、そういうこうクラスの中で授業をしてると喋らないっていう選択ないんですよね、うんうん、そうですね、うん、だから先生と生徒もそうだし、同級生だけじゃなくて上と下、上の年下の年、縦のつながりも含めて、ね、そうですね、まあ、交流もコミュニケーションも取れてるからこそできることですね、うん、これは。それで結構うちなんかは、うん、まあフレンドリーキッズって言ってて、みんな幼児も卒業した、幼児を卒業した小学生たちが、うん、公立の子は一人もいないので皆さん制服を着て帰ってくるんですよ、はい、黒いランドセルショって、うん、中にはかっこいい帽子もかぶって帰ってくる人もいるんですけど、はい、やっぱりそれが知らず知らずのうちにそういうことをこう教室内で目にしてると、目指す姿というかね、目指すこれから僕たち、私たちはどういうふうにな子供になっていくのかな、こういう洋服着てみたいな、みんな楽しそうに帰ってくるなって、本当みんなね、私学の子たち楽しそうに帰ってくるんですよ、うん、だから子供たちの中でも、ね、あのお兄さんたちこういう洋服着てこんな楽しい学校に行ってんだ、じゃあ僕たちも頑張ってあの洋服着ようっていう、そういう思いって結構大きいみたいで、そういうことがフレンドリーではすごく目にするっていうの、一つの学校だけじゃないんで、いろんな学校の子たちが帰ってくるから、すごく子供たちにも刺激になるっていう、だから子供たち同士が刺激を受け合うっていうのが一番ベストかなって思いますね、うん、そうですね、いくら私たちがこういう楽しい学校があるよ、こういうとこに行ったら、こういうとこに行ったらって言っても、実際そういう洋服を着て帰ってくる子供たちを見て初めて実感が湧くというかね、実感が湧くんだろうなっていう、うん、だから子供たち同士のそういう触れ合いだったり、特に一人っ子のお子さんだったら、こういうところの場においてこう接する、だからすごくフレンドリーキッズって一人っ子の方も多いんですけど、皆さん一人っ子には見えないって言われるんです、そう、ね、みんな兄弟いるように見えない、弟にもなれるしお兄さんにもなれるみたいな、ね、そう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 、そちらも体験できますからね、だから女の子だったら妹弟ができた上で自分もお姉さんお兄さんがいるみたいな中、ね、そう、すごくそういうのはね、いいなと思って、いい関係ができてますね、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。それでは教室からのお知らせです。西荻フレンドリースクールでは、そうですね、新しい方からいこうかな、まずは2日間新年長クラスお試し講習というものを現在も受付をしております。今年中さんの方ですね、だから、来年の4月に年長さんになりますよという方ですね、この11月の、中旬から12月上旬の時期にかけて、今回初めて行う講座でして、全2回1回あたり90分、つまり90の、2掛けだから180分ですねの講習となっていて、まあ、学力チェックであったりペーパーであったりリトミックであったりとか、あと簡単な面接もやるとか言ったかな、なんでやる、いったものを行うことができる、受講することができるといった講座になっております。こちら
下に書いてある通り、講師による、プチセミナー付きということでね、由美先生が小学校受験、今年の、試験を踏まえたプチセミナーも行います。現在も、B 日程、C 日程に関しては受付をしておりますので、ご興味ある方はぜひ、お問い合わせいただければと思います。B 日程の方、もうすぐですね、11月19日土曜日スタートのものがございます。で、C 日程の方は、1週間後ですね、11月25日の金曜日が第1回目となります。ご興味ある方はぜひお問い合わせください。こちら、お電話とメールにて受けたまっておりまして、詳細については、過去のね、この、新年庁に向けてという動画でも、動画の中にも PDF ありますし、この動画にも、PDF のリンクをつけておこうと思いますので、そこから見ていただければね、チラシを見ることができると思います。ご参照ください。こちらの、ね、YouTube の概要欄ですね。はい。面接特訓コース、年長さん向けですね。だったり、願書特訓も、願書添削か、現在受付しております。子育て幼児教育相談会は、平日と土曜日に受付をしております。体験授業も同じく受付中、1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先が電話番号が 03-3390-0750 番。メールアドレスはご覧の通りです。はい、教室では引き続き様々なテーマでお話をしてまいります。よろしければチャンネル登録、高評価いただければと思います。本日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。